どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 Wii スポーツリゾートのバスケットボール、安西先生バスケがしたいです、第18回となっております。一人でいきます。決定、えい、はい、本日のお相手は熟練度839のミヒャエールさんとなっております。加藤入れ、オッケー。さあこのくらいの熟練度から勝つのが難しくなってきます。スランプ入ってくるか。あー嘘、おー、あー打つな打つな打つなって、うまいな。ぶっ壊れてるんでしょうかね。ダメだ、なんかダメなんですよ、ちょっと不具合が。まあいいや、言い訳は言わない。 OK、 なんでうまくいかないんでしょうね。手首のスナップがダメなんでしょうね。いやーもう、まあいい、オッケー。さあ来い。なったー、クソ、おーセーブ。あーダメか、まずい。あ、俺も俺、 OK、 OK、 すいません、ウィーリモンのせいじゃなかった、僕の手首のスナップが悪かっただけでした。今までは、ただスリーポイントやめてくれ、オッケー、おお、セーフ、マジ取られたかと思った。いや、人や物のせいにしちゃいけないですね、本当うまくいかないのは自分のせいですよ。オッケー、よし、オッケー、よっしゃよっしゃ、流れをつかんできた。
超遠かったよ今。オッケー、勝った。いやまだだ、あと 1.8 秒あるか。追加点、あ、ダメだった。 And that's the game. はい、勝つことができました。はい、10対4です。はい、熟練度の方は、はい、64上がりまして894となりました。今日はすいません、なんか勝てない、うまくいかないのをウィリモコのせいにするというね、あまりちょっと良くない、格好悪いことを言ってしまいまして申し訳ございませんでした。はい、まあ見事勝つことができましたので今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribe、 できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。